ようやく手に入れたようだな。俺は本庁から呼び出しがかかってるからな。まあ9歳の女の子連れて桃源郷へ行くってのはおかしな話だが、遥を連れて桃源郷へ向かってくれ。わかった、遥、行くぞ。おじさん、桃源郷へ行こう。する気じゃないか。おい秋元、バカな真似するんじゃねえぞ。今警察呼んだからそこ動くな。水木ちゃん、ごめんね。ああ、おい、バカなことするんじゃねえ。誰だよお前ら。そんなことしても誰も喜ばないよ。邪魔しないでくれ。そこから近づくと飛び降りてやるからな。だったら飛び降りてみろ。本当に死ぬ気があるんだったらな。ちょっとおじさん。大丈夫だ遥、こういうやつは大抵本気で飛び降りる気はねえんだ。ああ分かったよ。じゃあ飛び降りてやるよ。え、おじさん。おいお前、ちょっと待て。でもうまいことぶら下がったな。